はい、皆さんこんにちは。ネスト福知山の外科です。今日はそうですね、世界の人々の生活を探ろうという話の2つ目の話、寒暖の差が激しい土地に暮らす人々、この前は寒帯ということで、とにかく年がら年中寒いんだというところに暮らす人ね、北極海の周辺に暮らす人の話をしましたけど、それよりは暖かい時もあるけど、でもまあ年がら年中を通じて平均すると寒いで、特に冬場はめちゃめちゃ寒くなるけど、短い夏にはぐんと気温が上がると、でこういうエリアがあるんですね。例えば、ヨーロッパからアジアにかけてロシアという国がありますけど、ウラル山脈の東側にシベリアっていうね、土地がありますけど、このシベリアとか、まさにカナダの国がそうですね。カナダの国が、それから日本でいうと北海道がこれに当たりますね。北海道、冬場は寒いです。でも夏場はとても暑い日があります、ね。そういったところに暮らす人々の暮らしはどんなんだろうかということを見ていきたいと思います。ユーラシア大陸や北アメリカ大陸の寒帯の南に、冷帯、亜寒帯と呼ばれる一帯があって、そこに暮らす人々の、暮らしぶりを見ていきたいと思うんですけど、話は、ユーラシア大陸の冷帯、シベリアの人々の暮らしを、中心として進めていきたいと思います。冬はマイナス10度を下回る、普通に平均気温で下回る、ね。なんせ、人間が住むところで一番気温が下がったのが氷点下、67度、ね、っていうような、ところがあるんです、ね。人間が住まないところで普通の暮らしをしないところで一番気温が下がったのは南極大陸で、マイナス81度があるんですけれど、オミヤコンという町でね、氷点下、67度、氷点下25度ぐらいで牛乳が一発に凍ってしまいますので、どんな暮らしなのか、ね、どんな寒い一日だったのかというのも我々は簡単には想像できないぐらいの寒さですね。でも夏になると、10度を超える日も出てきて、特に、昼間は内陸性気候でぐーんと気温が上がって30度近くにもなる。ですから、冬は分厚い氷で、自動車が平気で行ったり来たりできる、道路になるんだという水を見なんかでも、例えばバイカル湖ね、なんかでも夏場になったら、まあ、海水浴じゃないけどね、まあ、湖水浴とかね、川水浴になるんですけど、水遊びをする人が普通にいます。短い夏ならではの現地の人のとても楽しみなイベントになっているんです。そういうシベリアを見ていきたいと思いますけど、シベリアにはね、まあ、ウラル山脈よりも東の方がシベリアと言いますけど、針葉樹の森林が広がっています。針葉樹の森林をタイガって言います。でこの針葉樹はモミとかトウヒとかね、いうようなそういった樹木なんですけども、葉っぱが針のようになってるから針葉樹って言うんですけど、紙の原料、ね、パルプの原料にとても適している柔らかい木材です、ね、柔らかい木材ですので、バッサバッサと切り、ね、切って
ていかれて、そして、パルプになって、輸出をされたり、あるいは紙にされて輸出をされたりしていきますただね、良い紙の原料があるからということでバッサバッサ切りすぎてしまうとどうなるか。実は、シベリアの土っていうのは、年がら年中ほとんど凍ってる永久凍土なんですね。永久凍土の上にかろうじて土が乗っかってるというわけなんですけど、栄養分のとても少ない、ね、ポトゾルっていうなんかねちょっと灰色がかったような土っていうと普通茶色っぽいんですけど、それがねちょっとね栄養分がないので茶色っぽく見えない、ちょっと灰色っぽくなってる、そういう土なんですけど栄養が全然ないんです、ね、なので、一旦切ってしまって次また木を植えたら勝手に生えてくるわみたいな、私たちの身の回りの山や、ね緑とか全然違うんで、なかなか再生しにくいんでね、再生させるのに時間がかかるということで切りすぎてしまって湿地帯だけが広がってしまって不毛の土地が広がってしまってえらいことになってるようなこともあるんです、ね、経済お金儲けだけを優先してしまうとそういうことになってしまう、ねシベリアは今はロシアですけれども、ソ連の時代は社会主義国でしたけど、ソ連が崩壊してからは資本主義の経済が導入されて、売れるものを持ってるんだからどんどん切って売ってもおう儲かろう、ね、生活を豊かにしようということができるようになりました、まあ、それはそれでいいんですけど、ね、それはそれでいいんですが、そういった問題も生じてきているということです。それから地球規模で、温暖化が進んでますので溶けるはずのなかった永久凍土が溶けて家が傾いてしまったり、氷がね、分厚い氷が張ったので、この湖は冬には道路になるんだというところが、ね、氷が薄いので割れるかもしれない、道路に使えないという問題が生じてきたり、あるいは、鉄道なんかも線路が永久凍土の上を走ってるわけですけど、永久凍土がね勝手にこう溶けていくので、レールがこうなってこうなって脱線事故を列車が起こす危険性も、出てきてしまう、ね、まあ、そんな大きな事故が起こったというようなことは聞きませんけれど、とてもそういったことが心配な、今日この頃です。シベリアの様子、そんなところです、まあ、針葉樹林の大河が広がっていますよと申しましたけれども、南部の方には広葉樹もあります、ね、住んでいる方は先住民の人たちももちろん住んでるんですけど、スラブ系ロシア系の人が、ね、人口の大部分を占めるような地域も広がってて、主食は、まあ、ライ麦とかジャガイモを、ね食べてますよというわけです。で、先ほどもちらっと言いましたけど、ソ連が崩壊してからうまいことをやったらちょっと裕福になった、慣れたというようなそういう方もロシアには結構いらっしゃって、で、家はモスクワにあるんだけれども、ちょっと、週末の休日にはちょっと、別荘に行って過ごすんだというような暮らしができる人が、結構増えています、ね小さな別荘なんですけど、野菜畑とかね、野菜とか果物もちょっと作ってみる、そういう、畑とか土をいじって遊んでみる、そういう、まあ、日本でもありますけどね、そういう暮らしね、自給自足に戻るわけじゃないですけど、ちょっと土やら、野菜やらを手作りして、ねゆとりのある潤いのある生活を楽しみたいというようなそういう方がロシアの方でも増えて、います、ね、休日はそういう別荘のことを、ね、ダーチャって言うんですね。ロシア語では家のことはドームって言うんですけど、ドームじゃなくってちょっとこじんまりした別荘はダーチャって言うんです。
ね、休日はダーチャで過ごそうというような方が、増えています、ね。ユーラシア大陸の亜寒帯地域、冷帯地域、シベリアの、まあ、話をしました。じゃあ、そしたら最後ですけど、北アメリカ大陸の冷帯、亜寒帯地域はどんな暮らし向きか、はい、まあ、カナダなんです、ね。でカナダはね、世界でも有数の小麦畑が広がってます、小麦畑、そういうもう一面の小麦畑になってるイメージを持ってください、春に種をまいて秋に収穫をする小麦です。で寒さが厳しい冬があるのでね、さすがにね、あ、本当はね、あの一般的なあの小麦と言うたら冬に種まきして、そして冬を越えさせて、で春ぐんぐん成長させて、夏の前6月ぐらいに収穫をするんです。普通の小麦というのは冬小麦なのね。ところがそれはね、寒さが厳しすぎてさすがに育たないね。だから冬が終わってから春に種まきをして秋に収穫するっていうね、春小麦の大産地に、カナダの方はなってますよっていうわけです、ね。これとこれはちょっと違うぞということを、だからアメリカの方で、アメリカ、カナダの下にアメリカがあるけどね、アメリカの方の小麦畑では冬小麦が作られています。カナダの方に行くと春小麦が作られていますというような感じなんで、それぞれの地域にそれぞれ の自然環境に合った産業暮らしがあって、人々が生活を営んでおられるという様子を想像してみてくれたら嬉しいです。今日はシベリアの、まあ、人たちの暮らしっていうのを中心に話をしてみました。以上で終わります。ありがとうございました。